美脚になりたい方は足を鍛えることをやめて今回のエクササイズ2種目とストレッチ1種目をやってください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、美脚になるためのエクササイズ2種目、ストレッチ1種目、計3種目を紹介していきます。今回のエクササイズをすることでとても美脚になりやすくなります。足を鍛えることによって足が細くなるとか、食事を気をつければ足は細くなるとか言われてますけども、そもそもの足の骨格がおかしくなっている人がとても多いです。例えば O 脚、 X 脚、 XO 脚。まず足を鍛えるんではなく、骨盤を安定させるエクササイズをすることが大切です。骨盤を安定させるためには小殿筋と中殿筋を鍛える必要があります。ここを鍛えることによって骨盤が安定して、足のラインが綺麗になって、足の重心が悪くならないように、 X 脚 O 脚っていうのが改善されて美脚になりやすくなります。ですので今回のエクササイズはとても必須条件となります。必ずエクササイズに取り入れてください。で、今回ですね、このレジスタンスバンドというのを使用するんですけども、これがない方はですね、ちょっと難しくなってしまうので、できればこのバンドを購入してもらってですね、エクササイズをしてもらえたらと思います。このバンドがないとですね、今回のエクササイズが負荷をかけることができませんから、すごく回数をこなせなければいけなくなってきます。ですので、このバンドというのが美脚にはとても必須なアイテムですので、リンクは説明欄に一応貼っておきますので、ぜひ見てください。では、エクササイズを紹介します。まずこのバンドを膝の上に持っていきます。そして、足はくの字にしてですね、寝っ転がります。足と足を合わせておきます。ここからゆっくり膝を開いて、中殿筋、小殿筋に効かしていきます。徐々にゴムを引っ張っていく感じです。いきなりグッと引っ張ってはダメです。ゆっくりゆっくり、足が開かないようにゴムを開いて、お尻に効かしている感じをしっかり意識して膝を動かしていきます。そして今度は足を伸ばして、足を片足だけ上に上げていきます。これも一気に上げてはダメです。ゆっくりお尻の中殿筋、小殿筋を意識してゆっくり動かしていきます。今の2種目を左右します。そして下半身は左にねじって、上半身は右にねじる。肩が浮かないように肩しっかりつけます。これで中殿筋と小殿筋のストレッチを行っていきます。今の3種目を一緒にやっていきましょう。適切にスクワットやランジを行ってもですね、そもそも骨盤が内側に巻いてしまって、股関節からもう内に向いていれば美脚にはなれませんから、まず中殿筋と小殿筋をしっかり鍛えるというのがポイントになります。では一緒にやっていきましょう。もしバンドがない方はですね、同じようにゆっくり動かしてください。まずは寝っ転がった状態で膝を開いていきます。ゆっくり10回です。足はくの字です。足がここが離れないように注意です。では10回いきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。反対いきます。10回でも結構お尻に効きます。いきます。1、2、3、4、5。この部分が硬くなってるか触ってみてください。OK です。もう一度反対です。今度は上の足を伸ばして引っ張っていきます。10回です。1、2、3。徐々に引っ張っていくイメージです。4、5、6、7、8、9、10。
こっちこっち、お尻が痛い。9 10、反対です。いきます。1 2 3 4 5 6 7、お尻が痛い。8 9 10、はい、 OK です。じゃあゴムバンドは外します。今度はストレッチです。上半身と下半身を逆にねじります。ゆっくり10秒間です。手で膝を下に押さえてください。1 2 3 4 5、お尻がしっかり伸ばされているのを感じてください。はい、反対です。お疲れ様でした。今みたいにですね、中殿筋と小殿筋をしっかり鍛えて美脚になってください。太ももとかお尻とかスクワットで鍛えてもいいんですけども、まずはもし X 脚とか O 脚とか XO 脚っていう方はですね、まずはスクワットやランジをやめてですね、お尻をしっかり鍛えてください。お尻でも中殿筋と小殿筋です。今みたいにやってください。よかったらグッドボタンとコメントよろしくお願いいたします。これからも少ない回数、短い時間で効くエクササイズをしていきます。チャンネル登録されてない方はよかったらよろしくお願いいたします。今回もご視聴ありがとうございました。Thank you.